みんなに状況を伝えた方がいいな。オットーに話して集めてもらおう。あれを見てると、戻ったか、クライブ。空に浮かぶあの気味悪い塊は何だ。一体何があった。これから状況を説明する。みんなを集めてくれるか。わかった、ちょっと待ってろ。みんな集まったか。察しの通り、空に浮かぶ黒い塊はアルテマの仕業だ。そしてあの内部にはオリジンと呼ばれるものが存在している。そのオリジンのせいでクリスタル自治領は壊滅、我が祖国は失われたわけだ。自治領にあった戦闘、あの遺物は古い文献にも登場する。あれはおそらく地表に出ていたオリジンの一部だったのだ。古の時代からあの場に眠っていたとは驚きだ。黒い塊が現れてから突如アカシアに襲われて各地が混乱しておる。ランデラですらな。一体どうなっているというのか。各地でアカシアが増えてるらしい。要所には石の剣を向かわせたが、それもいつまで持つのかわからねえ。この隠れ家では具合の悪くなった人が出始めたわ。まさかアカシアになるなんてことないとは思うけど。もしかしてあの塊はエーテルを吸収してるんじゃないかしら。マザークリスタルのようにエーテルが集まるのが見えたの、ストーンヒルで。だとすれば黒の一帯が急速に広がっているという報告にも納得が。あれが大地から強引にエーテルを吸い出してだとしたら、地上のエーテル濃度も上がっているかもしれない。それがもしや原初のくさびの効果を加速させてアカシアたちの増加に。そういうことか。問題ない。アルテマは言っていた。オリジンを持って本来の力を蘇らせると。つまりオリジンに行くことができれば、どんな形であれ奴とまみえるはずだ。でもあんなとこまでどうやって行くんだ。空は飛べないぞ、さすがのエンタープライズも。それはここまでにしておくか。この場で考えても結論が出るもんじゃないだろう。おのおので対応できることから始めてくれ。クライブ、いいな。なあ、そうしてくれ。さあ、それじゃ一旦解散だ。ここまで来たらジタバタしてもしょうがない。疲れたろう。お前も少し休め。分かってる。どうしたんだジョシア。
たとえ俺たちがアルテマに作られた存在だとしても、こうやって生きている、どんなに無様で愚かだろうが、俺は生きるために戦いたい。それはアルテマも同じだった。生き残るために新たな世界を作ろうと。つまりこれは互いの生き残りをかけた戦いなんだ。人と神のね。そしておそらくどちらが勝ったとしても厳しい世界が待っている。アルテマに負ければ人は滅び、勝っても得られた自由は間違いなく人に新たな枷を生み出してしまうから。だが人には意志や思いがある。いつかその枷を外せるはず。困難でも、いくら時間がかかっても、みんなが手を取り合って何倍もの力で立ち向かっていけるだろう。俺はな、ジョシュは信じてるんだ。人が人として生きられる場所はそんな世界だと。そうだね、僕たちは信じる道を進もう。どうやってオリジンまで行くか。僕の翼であそこまで飛ぶ。かなりの距離を飛ぶことになる。お前の体調だって万全じゃない。体を気遣え。兄さん、僕はフェニックスのドミナントだ。きっと何とかしてみせるよ。これは僕たちの問題だろ。分かった、頼む。決して無理をするなよ。いいな、戦うのは俺の務めだ。頼りにしてる。待て、ジョシュア。キコーラの目的はアルテマを撃つことだろう。ならば本陣を叩くまで戦力は温存すべきだ。イフリート、飛行に召喚獣の力を食われたドミナントもまた権限できるというのはまことか。ああ、しかしあれは己を捨てる行為だ。ヨガオリジンまで送ろう。その力は決戦まで取っておくといい。ディオン、なぜ。下手をすれば人としての全てを失いかねないぞ。彼女までは持たせてみせる。一度は失った命だ、もう恐れないさ。それにアルテマにも大きな借りがある。一人でも行くつもりだったからな。感謝するよ、リオン。礼なら終わってから聞こう。ディオン・ルサージュは覚悟を決めた。俺たちも行くぞ。そうだね、しっかり支度をして出発しよう。あとはジルとも話しておかないと。兄さん、しっかり支度をして出発しよう。クライブ様、本当にありがとうございます。仕事の折り合いをつけたら。
支度は済んだの？あらかたな。アルテマを倒してくるよ。奴はバリスゼアに災禍をもたらし、あまたの人生を狂わせた。今度こそ全てを終わらせる。神を相手に戦うんだ。これまでで一番の大戦になるな。じゃあクライブたちが無事に帰れるようにメティアにお願いしなきゃ。待ってるから。約束しただろう、また一緒に月を見るって。ええ、信じてる。よし、悔いが残らないようできるだけのことをしてから出発しよう。